プロデューサーさん、お疲れ様です。お疲れ様です。はい、レッスン前に少し体を動かしたいからってテニスクラブに行きましたよ。しずかちゃん、テニスが好きなんですよ。知らなかったんですか？送りますね。プロデューサー？どうしたんですか、こんなところで。まさかプロデューサーもテニスを？はい、それは構いませんけど。フォルトですね。ダブルフォルトですね。はい。プロデューサー、打ち返してもらわないと。ゲームが進まないんですけど。大丈夫ですか、プロデューサー。かなり疲れているみたいですけど。プロデューサーから誘ってきたので、それなりの腕前かと思ったんですが。経験がないのにどうして。わざわざ私と打ち解けるために。ありがとうございます。何でもありません。それにしてもプロデューサーは運動不足みたいですね。これ以上運動を続けたら怪我をしてしまいます。今日はこれくらいにしておきましょう。はい、私でよければいつでも相手になりますよ。ただしプロデューサーの腕が上達すればの話ですけどね。それでは遅くならないうちに事務所に戻りましょうか。これから未来たちとダンスレッスンのスケジュールが入っているので。少し体を動かしただけですから、本番はこれからです。よかったらプロデューサーもダンスレッスン付き合ってくれますか？